まあ、前回ガーシーさんと一緒にコラボというか、まあ、ガーシーさんに呼ばれて一緒に同時中継ライブみたいなことをやりました。まあ、そこで竹野内さんの件が今、多分ちょうど話題になってると思うんですけど、広まって今、ちょっとした炎上じゃないですけどそんな感じになってます。であの日の夜実は、僕竹野内さんとね、話しました。で、話した内容に関しては、細かくは言わないんですけど、竹野内さんから、一言謝罪いただいて、で僕もそういうね、例えばじゃあ僕のことをじゃあ恐喝じゃないですけど、僕からお金取ればいいんじゃないとかそういうことを言われるとやっぱ気分が悪いんで今後やめてくださいということを言いました。で、今後はそういうことしませんということで、約束いただいたので、僕の方から、これ以上ですね何か追及したりとか、よく DM でねなんかいろいろ来るんですよ。許さない方がいいとかなんだとか、いろんな声があるんですけどいろんないい声も悪い声もたくさんあるんですけど、僕はもう水に流そうかなと、思ってます。はい、なんでこれ以上僕は竹野内さんのことを、何か言及するつもりもないし、今回の件についてはこれで、打ち止めというか、僕からこれ以上話すことは、何か新しい大きなことはない限りないです。はい、でもう一個、その電話で言われたのはこれから、全部、認めて謝罪しますんでそれを見てくれっていうことを言われて、竹野内さんの動画を見たんですよ。で確かに、多くは語らないものの、視聴者の方にきちんと、謝罪されてたので、謝ってる人をなんかこれ以上追及しても、仕方ないじゃないですか。うん、でもう認めるものは、認めたんであれば、はい、別にね、もうこれ以上何も言うことないですし、ある意味で、白旗じゃないですけど白旗っていうとちょっと言葉は悪いかもしれないけどもう手を挙げてる人をなんか追及するのって、ちょっと違うなと思うんで、はい、皆さんもなんか、ネットとか見るとたまになんか竹野内さんの誹謗と中傷じゃないけど悪口を言うような人もいるんですよ。でも、当事者である、少なくとも僕はね、ガーシーさんは分かんないけど僕は、もう水に流そうと思ってるんで。竹野内さんのことを悪く言うようなことは僕は控えてほしいなと思ってます。はい、昔の自分だったらねなんかガンガン追求したりしてたかもしれないんだけど、もう謝ってる人を追求しても仕方ないし、そんなね無駄な時間があるんだったらもっとポジティブなこと前に向いていけるようなことを発信していくべきだなと思ってるし、僕は、今年結構僕もガンガンあることを発信していこうと思うんですけど、その竹野内さんなんかよりも絶対、やらないといけないことがあるんですよ。今タイミングじゃないんで、やってないだけなんですけど、そっちの方を僕は、優先していきたいし、そっちの方が僕にとってもすごく意味があることなので、はい、敵も、ね、これ以上作るつもりもないし、はい、あとはね自分もやっぱ落ち度があったと思ってて、じゃあ例えばじゃあ青汁王子から金取ればいいんじゃないって、話になったとしても僕も悪いと思ってて僕にそういう隙があったっていうことだと思うんですよ。自分にそういう隙があるからあいつなら取れると思って、そういうふうに出しに使われるわけなんで、それは僕も脇が甘いからちょっと逆にいい勉強になったなっていうことで反省しないとなって、思いました。なので誰かを責めるわけじゃなくて、自分も悪かったなと思って、前に進んでいこうと思ってるんで、はい、この件に関しては、以上ですね。もう僕の口から、新しい大きな何かがない限り話すこともないですし、今後も竹野内さんのことを悪く言うつもりもないし、またどこかであったら普通に接しようと思ってるんで、皆さんも、竹野内さんを悪く言うようなことは、僕はね、やめてほしいなと思ってるんで、はい、お願いします。はい、ということで一応この話もするかどうかちょっと迷ったんですけど、やっぱりあれだけね話題になってしまった以上は気になってる方結構いると思うんで、この説明だけ最後にするのは僕のある種責任かなと思ったんで、ちょっとこういう話をさせてもらってます。はい、以上ですね。はい、うん、仕方ないですよね。そういう時もありますよね。やっぱりお金持ちってことはさ、確かに人よりさ少しお金をたくさんというか少しお金稼げたかもしれないし、たくさんなのかもしれんけど、お金を何倍何十倍もね誰よりも稼いできたのは事実じゃないですか。でいい思いもしてきたし、いいものを食べてるし、いいものも買ってるし、不自由ない暮らしをさせてもらってるんで、少しぐらい嫌なことがあっても、それは仕方ないのかなっていうふうに自分の中で解釈していこうかなって思います。はい。パジャマですか？いや、パジャマじゃないですけど、はい。まあ、ということで、まあ、今回は、そういうことになりましたので、はい、お願いします。